今味がしないから、なんかどんな食べ物でもいけちゃうのね。トイレットペーパーも食べれたからさ。だから普通の民なら絶対に食べれなそうなものを、私がもう味覚がなくて今無敵状態だからさ、ちょっと飲んでいこうと思うんだよね。残しておくのドリアンサイダー一つになってしまったのよね。じゃあドリアンサイダー開けていくことにしよう。開かない、待って。ちょっと待って、え、くっさ、くっさいし、え、くさいし、なんか爆発したんだけど、まあ、ちょっと爆発したし、臭いしの、全部濡れちゃったんだけど、ちょっと、え、みんなどうしよう。ちょっと待って、みんな痛い、さよなら、ちょっと待ってて。ただいまー。くそ、くそ、ちょっと待って、ただいま。待って、本当に信じられないんだけど、今起こったことを簡単に説明すると、変な不思議な未知なる飲み物をね、順番に飲んでて、最後ドリアンサイダーってやつを飲もうと思ってね、開けたの、開けたの、なんか吹き出した。シャンパンみたいにいきなり吹き出して、全身に降り注いで、しかもそれが強烈に臭くて、もう本当に洗っても匂いがあんまり落ちなくて、ちょっと絶望的な感じになってる。マイクにも引っかかったしさ、とにかく臭い、臭いけど、もう冷えないから、もう全部全部ドリアンの匂いになっちゃったんだけど、臭い、臭い。なんでさっきまで味覚しないとか思ってたの。まあ嗅覚はあるからね、これが弊害だよね。嗅覚もなくなっちゃえばよかったのにって今だと思い始めた。臭い、せっかく4日ぶりぐらいにお風呂に入ったのに。で、早速ちょっと注いでいくことにするわよ。もうすごく遠ざけないと匂いがするから、ものすごく遠くから注いだ。よいしょ。じゃあ早速匂いを嗅いでいくことにするわよ。うぅ、本当に頭が痛くなってきた。まずすぎて頭が痛くなってきた。飲んでないけど匂いがまずい。ちょっと飲みたくない、飲みたくないけど、私は味覚がしないんだよね。匂いはするけど味覚がしないから飲んでも問題ないんだよね。じゃあ早速、うん、飲んでいくことにするわよ。ああ、飲んでいくことにするわよ。いきます。あれ、おいしい、あれおいしい、おいしかった。なんか甘くてサイダーの味がして美味しい。匂いは臭かったけど
やっぱり味覚はないんだ。やっぱり味覚がないって素晴らしい。こんなに臭くてまずそうなものも全然味がしないんだもん。今日飲んだ飲み物全部美味しかったな。いろいろ検証したけど、この中で一番美味しかったな、ドリアンサイダーかな。ドリアンサイダーの次にコーラ、カレーパン。臭い臭い。待って、ゲップが臭い。ゲップが臭い。ちょっと待って、自分のゲップから逃れられないしさ、本当に臭い。私が今まで生きてきた中で一番臭い。死ぬ、頭が痛くなって死ぬ。このまま臭くて頭痛くなることってあるんだ。味はしないくせに臭いのムカつくな。配信見てくれてありがとう。ちょっともう終わりにするわ。この配信がいいなって思ったらチャンネル登録、高評価、低評価、手洗い、うがい、ソーシャルディスタンス、3つよろしくお願いします。お金もありがとう。このお金で新しいマイクを買うことにすればね、臭いから。さよなら。